J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩二です。こんにちは、アシスタントのみどりです。この番組は英語力を高めたい方に向けて、仕事や日常で英語を活用するためのコツ、英語学習のヒント、インタビューなどを通して英語へのモチベーションとスキルを高めるための番組です。 J さん、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回もインタビューです。桐原オンラインアカデミーアカデミックディレクターの岩間拓磨さんへのインタビュー後編では、桐原オンラインアカデミーについてお話を伺いました。それではインタビューをお聞きください。今回も桐原オンラインアカデミーのアカデミックディレクター岩間拓磨さんにお話を伺います。岩間さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は桐原オンラインアカデミー、まあ、略して KOA と呼んで、はい、私たちは呼んでますけども、はい、その桐原オンラインアカデミーについて簡単にご紹介いただけますでしょうか。はい。KOA はオンラインの形式で学習の形を取らせていただいているんですけれども、まあ、質の高い日本人の講師、それからあと桐原書店の強みである、まあ、英語教材ですとかコンテンツ、こういったところを組み合わせて、現在は英検ですとか、あと TOEIC の資格対策であったり、あるいは学生さんの成績アップなどを目指したさまざまなカリキュラムを提供したりしております。はい。で、僕も監修として関わらせていただいているんですけれども、まあ、なので知っている情報も僕としてはあるんですけども、ぜひリスナーの皆さんにも、聞いていただきたいなというところと、おそらく僕が把握してない部分もあると思いますので、改めて、はい、勉強させていただきたいなというところですね。岩間さん、ちなみにどのような方が今ご受講されているんですか？そうですね、TOEIC対策を目指されている社会人の方もいらっしゃいます。あとはまあ英検ですとか学校の成績をアップしたいなという学生の方々もご受講いただいております。やっぱり特に資格試験に特化してますですかね。日本人コーチが担当されていますので、何と言いますか、コーチングとあとティーチングの両面の機能を兼ね備えていまして、それでなおかつオンラインですので、地域的なところも遠隔地ですとか、あと近くにスクールがなかったり、あるいはまあそうですね、お仕事の都合でなかなか通学が難しいといった方々にもご好評いただいております。はい、これですもんね、マンツーマンですね。そうですね。はい。で、マンツーマンでさらに何曜日の何時っていうのも、これも固定ではなくて。それぞれの受講者のスケジュールに合わせて、この週は火曜日のこの時間が空いてるからそこ で、その次の週は火曜日のその時間は空いてないから木曜日のこの時間みたいな感じで、かなりこう、なんですかね、そうですね、フレキシブルにできるっていうのはありますよね。うん、まあ、今は TOEIC と英検ということですけれども、これ広げていく、まあ、計画も現時点ではまだ確定はしてないですけども、広げていく計画っていうのも一応ありますよね。はい、そうですね、はい、やはりコロナが明けまして、例えば留学の熱もちょっとだん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 と活性化してきてますので、まあ、TOEFL であったり IELTS ですとか、まあ、いろいろさらに幅広く立ち上げていければなとは思っています。はい、まあ、また確定したらぜひ教えていただけたらと思いますけれども、はい、ちなみにこの KOA を受講される方、どのような方におすすめですか？そうですね、まあ、基本的に初級者から上級者までは一応対応してはいるんですけれども、まあ、特に適した学習法がちょっとわからないですとか、そういった学習につまずいていらっしゃる方には専門のプロフェッショナルから客観的なアドバイスがいただけるかなとは思いますので、より適しているかなと思います。受講生は日本だけではなくて、なんか世界
からの申し込みがあるっていうふうに伺ったんですけど。ねえ、実はそうなんです。ちょっと予想してなかったんですけれども、はい、まあ、ニューヨークですとか、まあ、タイですとか、まあ、そういった現地にいらっしゃる、まあ、中学生高校生ですとか、そういった受講生もいらっしゃいまして、まあ、日本だけでなくグローバル的な感じで、展開させていただいております。すごいですね。なんかますます広がりそうですよね、そういった意味では。そうですね、最近は海外の、まあ、駐在の方ですとか、はい、まあ、家族で、私の弟もそうなんですが、海外勤務っていうことも多いですので、はい、そういったところでご利用いただいていらっしゃるのかなと思います。はい、これレッスン受けただけで終わりだと、まあ、なかなかフレキシブルなものだったとしても、うん、レッスン受けて終わりだと定着しづらいと思うんですけども、うん、こうレッスンの効果を最大限に生かすために KOA をどういうふうに活用するのがおすすめですか？そうですね、やはり第一に重要なのは復習かなと思います。復習、やはりレッスン受けただけで完璧に定着する方っていうのは非常に珍しいと思いますので、まあ、定着させるため の、 復習ですね、それを短時間でも構いませんので、まあ、1日の中で、まあ、確保して習慣づけてほしいかなと思います。またあとは学んだことをさらに定着させるために、あるいはさらに上のレベルを目指すために、最近ですとリピーターとしてですね、通常の、まあ、資格試験8回コースなんですけれども、要は1ヶ月に2回または4回受講するっていう、まあ、定期コースのお客様も増えていらっしゃいまして、例えば英検12級に合格した後にすぐに2級にチャレンジしてもなかなか難しいと思うんですけれども、その前に定期コースを活用して2級にトライする準備をすると、まあ、そういった活用をされていらっしゃる方々もたくさんいらっしゃいます。はい、まあ、なかなかこうちょっと教えてもらってあとは自分でっていうのもなかなか難しいところありますもんね。そうですね、まあ、前編の話でもありましたけども、やっぱりまあ量はもちろん最低限必要ですけども、量だけだとなかなか伸びにくくなってしまう部分とか、うん、あとはまあ量だけ自分でやろうとすると自分の好きなところだけやりたくなりますもんね。それはあると思いますね。ですよね、筋トレでいうとなんか大胸筋だけムキムキになったけど、腕細細みたいな感じになったりしますもんね。そうですね、バランス悪くなってしまう可能性はあると思います、ね。まあ、そういう意味ではこういった形でコース選ばれて、はい、で、まあ、さっきコーチングとティーチングをうまくこう組み合わせてっていう話でしたけども、はい、まあ、そこで量が足りない場合にはもちろん量をこなすっていう指導があると思いますし、量は十分だけど質の方が伴ってないという場合には、まあ、そういった指導もあるっていうこと、ね、そうですね、あとはやっぱり試験受けてみて、例えば英検受けて語彙セクションが非常に悪かったら単語の宿題を多めに出してもらうですとか、そういったやっぱり客観的な助言とあとは適切なフォロー、まあ、そういったところが特徴かなと思いますね。はい、で実は、まあ、まあ先ほど僕も言いましたけども、監修で関わらせていただいているんですけども、はい、でその中でやっぱりこう問題解いて終わりだとなかなか定着っていうのは難しいかなっていうところで、はい、まあ、英検にしても TOEIC にしてもこの音読を、まあ、それ復習だったりとか、まあ、宿題だったりとかに入れさせていただいてるんですよね。はい、でまあ、正直音読ってめんどくさいと思うんですね最初は。うん、そうです、ね、はい、負荷がかかるし時間も多少かかるし、ええ、でも、まあ、だからこそ効果があるっていうふうに感じるんですけども、ええ、なんか岩間さんさらにこの音読をもっと効果的に効率的にするには、はい、こうしたらいいのにとかおすすめってありますか？そうですね、やっぱり音読やる、まあ、重要は重要なんですけれども、ちょっと注意したいのが、
なんか漫然と音読だけして終わってしまうっていうことがよくありがちで、うん、でそれですとあんまり効果がなかったりするので、まあ、まず一つはあの講師の先生に音読を聞いていただくというのが非常に重要かなと思います。まあ、実際正しく単語発音できていなかったりですとか自分では気づけない部分そういったところをあのご指摘いただけるのかなと思いますね。あとはまあそうですね、重要になってくるのは英語のリズムといいますか、そこを意識して音読したりですとか、あとはスピードですかね、そういったところもあの早く言えるように、そして音読を繰り返すと今度だんだん暗唱が出てできてくると思いますので、もう暗唱できるぐらいスラスラ音読できるようになったらOK かなと思いますが、なかなか独学でそこまでやる人はいらっしゃらないんじゃないかと思いますので、確かにまあこれでいいかなってなっちゃいますもんね。そうですね、はい、まあ、そういった時にこうちょっとこう今のレベルを高めるためにその伴走者としての先生がいるっていうのは、はい、それはそれでやっぱありがたい存在ですよね。そうですね、はい、時に厳しく、うん、時に優しくと言いますか、はいはい、そうですね、これ年齢層もいろいろ幅広いんでしたっけ？そうですね、下はどのぐらいですか？中学生と高校生と、そうですね、中高生から、うん、まあ、上は社会人の方まで、はい、幅広くご活用いただいておりまして、うん、そうですね、大学生なんかも、まあ、比較的安価ですので、うん、授業料が受講しやすいのかなとは思います、はい、うん、やっぱり英検だと中高生が多いイメージですかね。そうですね、最近ですと推薦入試ですとかそういったところでも英検が活用できていて、はい、まあ、我々が高校生の時ですとほとんど一般受験が多くてっていうことがあったと思うんですけれども、うん、最近非常にそういった英検活用して推薦でっていう生徒さんも多いので、まあ、そういった意味ではそうですね、結構早めの段階から受講していただいている生徒さんも多いかなと思います。なんかこうこれまでいろんなテストを受験されてきて、はい、でそのテストが求めているスキルを伸ばすために学習されてきた岩間さんから見ると、はい、この KOA のこのスタイルって岩間さんだったらどうやって使いますか？そうですね、やっぱり独学でなかなか伸ばしづらいところを活用していきたいなとは思いますね。例えばそれはプロの先生から見て自分の弱点はどこにあるのかですとか、あとはやっぱりスピーキングっていうのも意外と自分では弱点気づきづらい、うんうん、あるいはライティングもそうだと思うんですけれども、うんうん、自分では話せた書けたと思ってもいやここはできてないあそこはできてないっていうのはあると思うんですけれども、そういったところはなかなか自分の独学では気づきづらいところがあると思いますので、そういった面でしょうかね。確かに英検なんかだと英作文もありますし、二次試験はもう面接ですからね。そうですね、まあ、あとは、まあ、資格試験、まあ、重要ですけれどもあんまりとらわれすぎるとその試験に特化した力しかやっぱり伸びないっていうところもあると思いますので、う、まあ、こういった KOA ですとかあと定期的にプロの先生からあの指導を受けていますと、まあ、そういった試験だけにとらわれない欠けている部分といったところも総合的にあの伸ばしていけるんじゃないかなとは思います。で、まあ、ちょっとそれに関連するかもしれないですけれども、はい、まあ、前編でもこうテストを活用した英語力の伸ばし方について伺いましたけれども、うん、まあ、改めてこの英検とか TOEIC、まあ、KOA で提供されているものを活用して英語力を伸ばす際にこう岩間さんがこの受講生の方に意識してほしいなって思われてることって何ですか？そうですね、やっぱりバランスよく勉強した方がいいかなっていうところでしょうかね。例えば私もTOEICずっと勉強してて、で山あり谷ありあったんですけれども、ある時あの900もだいぶ超えたあたりでふと思ったのが、
自分の英語力よりスコアが先行してるんじゃないかっていうことを思ったんですね、はい、というのはやっぱりライティングだったり特にスピーキングだったりっていうのがあんまり自信がなくて、でやっぱりトーイックも満点近くなってくると本当に何でもできるプロだと周りから思われてしまうだろうと思ったんですけれども、やっぱりバランス悪くてそのテストに特化した勉強してしまったがために自分の実力を超えちゃってたんじゃないかなと思って、それで私トーイックは実はその時からやめたんですね、一回受験を、で別の資格試験を受けてみたと、はい、そうするとやっぱりここのセクションが全然ダメだったとかいろいろ出てきて、それで、はい、そこを補うためにまた別の試験を受けてみたいなことをやりました。ちなみにその別の試験っていうのはどのテストなんですか？ですね、TOEIC やめた直後に受け始めたのが国連英検ですね。はいはい、あれはやはり二次試験ですとディスカッションがあったりですとか、はい、あとまあ英語力だけでなく時事的な知識も必要で。でそうなってきますと英字新聞を読まなければいけないですとか、そういったまあ時事的な単語力も足りてなかったですとか、やっぱりそこでいろいろ課題がまた新しく見つかり、そうですね、あとはその後ケンブリッジ英検も受けたんですけれど、そうしますと今度イギリス英語ですね、すごい苦手だったんだなっていうことに気づきまして、リスニングが特に非常に聞き取りづらくて、まあ、TOEIC でもイギリス英語あったんですけれども、まあ一部分ですからそこまで気にならなかったんですけれども、はい、ほぼオールのイギリス英語ですと、まあ、なかなか苦戦しましたですね。そうか、それはでもこうレベルが高いから受けてみようかなっていうよりは、まあ、TOEIC で、まあ、点数は取れたけどなんかちょっとこの力が足りないんじゃないか、その力は何なのかを調べるために別の試験を受けて、はい、またチェックをして、はい、であなるほどここができてないのか、でそれまた磨いていって、でまた別のテストを受けて、あここができてないのかっていうのをこう発見するためにテストを受けていくっていう、そうですね、ですよね、でやっぱりライティングのあるテストを受けますとその準備として、まあ、ネイティブのチェックをしてもらったりっていうこともやりますと、まあ、結構赤字がバーッと入ってたりして、はいはい、それを減らそうと思った時にまたあの試験を受けたりしてまた添削をしてもらったりして、でライティングを伸ばそうかなと思ったり、まあ、そういった試行錯誤をしてきた感じです。その工夫、岩間さんがされてきた工夫を、まあ、例えば KOA だと、まあ、先生がついているので自分で発見しなきゃいけなかった部分を、まあ、先生が発見してくれるみたいな、そうですね、そんなところありますよね。それはありますね。あとやっぱり日本人の先生に添削していただくっていうのも、まあ、見ていただくといいますか、ライティング非常に勉強になるかなと思います。ネイティブも悪くはないんですけれども、結構日本人とそもそもの発想が違くて、あなんか全然違う直され方してされてしまったりっていうこともあったり、回答例とかもそうですね、なんかネイティブ書かれた回答例ですと、まあ、どう考えても自分だと書けないような、発想が結構違うんですよね。そういった点で日本人の講師の方の方が自分ができそうなちょっと上のレベルのスピーキングであったりライティングであったりっていう解決法を提示していただけるのかなと思います。そうすると今やみくもに学習してしまっている方もまあいらっしゃるかもしれませんし、まあ、一応体系化したものを学習しようとしている方もいらっしゃるかもしれないんですけども、やっぱりそこに見てくれる人が一人でもいると、まあ、いるのといないのとではやっぱ圧倒的にその後の伸びだったりとか、それこそ量は変わらなくても質がだいぶ変わったりっていうのはかなりありそうですよね。そうですね、それはあると思います。でやっぱり
学習も自分一人でやってますと、はい、ちょっと甘くなってしまったり、うん、まあ、この辺でいいかなっていうところがあると思うんですけれども、うん、やっぱり課題出されてしっかりやんなきゃいけない、例えばしっかり覚えてこなければいけないっていう強制力がある程度働きますと、はい、やっぱり質の面でも大きく変わってくるかなと、うん、はい、思います。そういう意味では前編で岩間さんがおっしゃっていたテスト中にスーパーサイヤ人になるっていう、はい、あれ実力が伸びるっていうのはあると思うんですけど、こういうなんかレッスンとか指導を受けている中で、はい、独学と比較するとスーパーサイヤ人になりやすいですね、はい、レッスンの。そういうことですね、はいはい、やっぱりそれはあると思いますね。だからここまでできるんだったらここまでできるよっていうのはやっぱりあの先生から見てて明確な場合だったとしても自分ではもう十分やってるから、これ以上伸びてこないからもう自分は才能ないんだっていうふうに諦めてしまう、もったいないケースっても多分あると思うんですよね。そうですね、自分の限界に挑戦させてくれる先生の存在といいますか、はい、そこは重要かなと思いますね。それって本当は自分で判断できたら、まあ、一番いいんでしょうけどなかなか分かんないですもんね。なかなかそうですね、まあ、そういった時にもぜひご検討いただけたらと思いますけども、なんかちょっとお話変わりますけども、岩間さんがあの、はい、ETSTOEIC とかTOEFLを作ってる団体ですよね、はい、そこのRecognized English Skills Educator っていう、まあ、目も見ないと言えない肩書きをお持ちっていうことなんですけども、はい、そうですね、最近ちょっとその資格を取らせていただきまして、これは ETS 公認っていうことですよね、はい、そうですね、はい、これどういう資格なんですか。まあそうですね、 ETS さんからまあTOEFLをですね、まあまずあの指導する立場として、まあ、どういった観点でTOEFLっていうのはあのスコアリングされているのか、まあその採点基準ですとか結構ブラックボックスになっているところが結構ライティングであったりスピーキングだったりあると思うんですけれども、例えばこの問題に対してこう回答しました、それはさあ何点なのかとか、そういった基準点ですかね、そういったのを学習させていただけるあのセミナー、これを受講しまして、あとは、所定のスコア、TOEFLのスコアを取ってそれで認定していただいた次第です。まあそれで今度はですね、それで、まあ、ETS さんの、まあ、を通じて、まあ、あの学習アドバイスを、はい、させていただくというセミナーを開催させていただくことに一応なっております。それが10月で、そうでした、一応今のところ予定は、はい、10月になってます。おそらくこの配信の頃には確定しているかなと思いますので、確定している場合は、ね、あの説明欄にリンクも貼らせていただけたらと思いますので、はい、これはTOEFLですかね。そうですね、はい、難しいですもんね、トフル。そうですね、かなり苦戦されてる、まあ、留学したいなと思って受けたもののなかなか手も足も出ないっていう方は多いとは聞きますね、リスニングも長いですし、はい、スピーキングも短時間でバーッと喋んなきゃいけないですし、リーディングはあのそうですね、かなり専門的な、うん、もう向こうの大学で使う教科書みたいな文章ですよね、あれはが出てきますし、馴染みのない話題も多いんですよね、うん、私も一回受けた時土の成分がどうのこうのとか土の種類がこうでああでとか、まあ、見たことも聞いたこともないような面白くもないような話題知識がブワーッと出てきたっていう、はいはい、そういったテストですので、あとライティングが2023年に変わりまして、エッセイライティングからあのアカデミックディスカッションというチャット形式みたいな、そういった試験形式に変わりまして、そこもちょっとそうですね、あのまあ難しいというよりは10分しか制限時間ないので、自分の考えを的確に短時間でパッと書くっていうちょっと特殊な
あれはあれで能力が必要なテスト形式かなと思います。うん、でそういった学習のアドバイスを岩間さんが、これオンラインセミナーですか、ね、そうですね、オンラインの予定で、はい、まだ具体的に何をテーマとするかは未定なんですけれども、はい、おそらくそういったところで何らかの学習アドバイスをさせていただくことになるのかなとは思います、うん、はい、ぜひトフル勉強されている方とか、トフルご興味ある方は、チェックしてみていただけたらと思います。で、まあ、今のところ KOA にはトフルは、まあ、今のところは入ってないですけども、うん、まあ、将来的には、ね、入る可能性が高い、うん、ですかね、っていう感じですかね、はいはい、これは岩間さんが設定する設置する感じですかね。ちょっと頑張ってカリキュラムを考えてそうです、ね、早川先生とご相談、はい、あ、そうですね、させていただければと思います。はい、はい、ということで、ぜひ先ほどの岩間さんの学習アドバイスセミナー、それから KOA ですね、桐原オンラインアカデミー、ちょっと興味があるなという方はホームページもありますので、説明欄に貼らせていただきますので、ぜひチェックしてみていただけたらと思います。岩間さん、本当に前編はテストを使った学習法ですね、テスト対策ではなくて、どのようにテストを使っていくのかというところと、後編では桐原オンラインアカデミーの内容について中心にお話を伺いました。改めましてどうもありがとうございました。ありがとうございました。第232回をお送りしました。 J さん、はい、先月の配信の時におっしゃっていたファスティングはいかがでしたか。あ、ファスティング、まあ、実はみどりさんに紹介いただいて、で、まあ、なんとなくやってみようかなっていう、だいたい人に紹介されたらとりあえずやってみようっていうふうには思ってるので、まあ自分でよしファスティングでもやるかって多分ならないと思うので、まあこれもいいきっかけだなと思ってやってみたんですけれども、はい、あれ6日間ですかね、実質。はい、そうですね、実質ドリンク、酵素ドリンクだけの期間が6日間ですね。ですね。で、まあそれだけやるので準備期間があって、はい、同じ日数だけ準備期間があって、6日間で本番が終わった後も、まあ、回復期間として6日間だから18日そうですねっていうことですよね。はい、約3週間ですよね。はい、そのまあ本番の6日間はもう本当酵素ドリンクと水だけっていう。そうですね、なんかあれすごく良かったですね。良かったです、いい体験に、うん、いい体験になりましたかね。あ、そうですね、まあ、この前も話した神田正輝さんがちょっとやりすぎて、はい、はい、それ驚きました。だいぶ痩せてしまったっていう、はい、なんかやり続けたくなる気持ちってなんか分かりましたね、はい、いいですね、うん、食べなくていいっていうのは、うん、こんなに楽なものなのだっていう。通常は食べたいっていう気持ちがやっぱり強いじゃないですか、うん、食べなくていいがこうポジティブに変わったのは何か。いや、まあ、元々僕は食べることってそんな興味がない人間なので、はい、だからそういう意味ではなんかさらにそこがこう促進されたというか、食べなくていいので当然お皿洗わなくていいですし、そうですね、もうコップだけですからね、はい、はい、まあ、ただまあ水をずっと飲み続けるっていうことで、はい、まあ、トイレは普段の10倍ぐらい行きましたね。幸いそんなにこう外に出る仕事っていうのはなかったので、研修もオンラインが、はい、多かったので、まあ、そういう意味では、まあ、そんなにこう影響なくできたっていうのと、はい、まあ、何より良かったのは、まあ、頭すっきりするとか集中力っていうのは、まあ、普段から結構すっきりしてるタイプで、集中力も普段から、ね、まあ、あるので、はい、まあ、そこら辺はあんまりよく分かんなかったですけれども、やっぱ終わってみて毎朝5時に目覚めるんですね、なぜか。すごいですね、もうおじいちゃんになったみたいな、浦島太郎みたいな感じですねあれ玉手箱だったのかなみたいな感じで勝手に起きるんですよね、目覚ましなくて。ですね、それ多くの方から聞くんですよね、こう太陽の動きとともになんか体のリズムが調整されると。ああ、そうなんですね、うん、太陽が上がると勝手に目が覚める。じゃあおじいちゃんになったわけではない、わけではなく安心してください。あとはやっぱりこうコーヒーを3週間近く飲まなかった、お酒3週近く飲まなかったっていうのは、はい、もうおそらく、まあ、コーヒーに関してはもうかなり久々の経験で、うん、なんかもうそれ以来もうカフェ行かなくなったんですよ。お、すごいですよね。これまではほぼ毎日、ほぼ毎日1日2回、はい、3回行ってたのに、まあ、その3週間はだってカフェ行っても飲むものないので。そうですよねで、まあ、やっぱ水飲まないわけにはいかないので、うん
で酵素ドリンクもありますし、はい、だから基本ずっと家にいたんです、はい、そしたら家での仕事の仕方がついに分かったっていう、うん、身についたと、はい、もう一生無理だと思っていた、はい、家で仕事をするっていうのができるようになったっていうのが、はい、すごい僕はもう胃腸のも調子よくなりましたけども、はい、もう何よりも良かったのがその家で仕事ができるようになったっていう、うん、じゃあこれが実はかつてから家で、仕事をしたかったということですか。いやしたかったっていう気持ちもないぐらい家では仕事ができなかったので、はい、それが家でできるようになったっていうのは、はい、僕の中ではそれが一番のファスティングの効果ですね。おすごいですね、はい、すごい。ああだから本当やってよかったですね。はい、あれまあなかなか6日間ってこうそんな定期的にやるもんでもないと思うんですけど、はい で, すね、はい、でもこう1日とか2日とかでもこれは結構いいなっていう、うんうん、なるほど途中途中、ね、そうですね、うん、やっぱり胃腸を休めてあげなきゃいけないなっていうのは、はい、もうそうですね、胃腸は特にもう過労、そうですよね、ですからね、はい、だからやっぱりもう有給休暇じゃないですけど確かに夏休みですね、水しか与えないっていう、うん、はい、これも酵素ドリンクですね、そうですね、うん、これはこれでなんか胃腸にとっては喜ばしいことだったんじゃないかなと思いますね。はい、全く栄養を取らないというのはね本当にちょっと脳へのダメージなんかもあるようなので、はい、きっとその現代版ファスティングは何か栄養を取りながらやるのが安全な方法みたいですね、うん、まあ、そうですね、まあ、もちろんこれ専門家の、はい、そうですね、指導のもとっていうのが、はい、まあ、前提になると思うんですけども、うん、でも本当になんかこう定期的にやりたいなって思うぐらい、はい、すごくいい経験でしたね、はい、あ、はい、じゃあお勧めさせていただいてよかったです、はい、ありがとうございますさてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは SNS やメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターもぜひお読みください。J さん、今週もありがとうございました。どうもありがとうございました。Right, thank you for listening. See you next week.